皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレベルアプリ2021チャンピオンズリーグ週間 FP レベルの比較やっていきたいと思います。はい、ということで、今回なぜかリーグ戦の方は来ない、チャンピオンズリーグだけ来るということで、コナミさんちょっとおサボりがね、してしまったような感じするんですけど、チャンピオンズリーグの方が今回出てきましたと。なんかメンバー、思っていた以上になんかイメージと全然違ったという感じです。ムバッペは来ず、ブラホビッチ来ず、ビジャレアルのキャプーも来ずというか、ね、変化球ですね。はい、あとはライブアップデート、全選手今回チャンピオンズリーグから来てますので A ではありませんので、そこは注意です。はい、ということで今回謎のチャンピオンズリーグだけということなんですけど、こちらのレベルの比較やっていきたいと思います。はい、まずはクルトワですね。今回 PK 止めましたので PK ストッパー付きと、あとは今回 GK センスからリフレクティングまでオールカンストになりましたので、前回カンストしてませんでしたので、ここ嬉しいところですよね。まあ、あとは特に言うことないんですけど、スピードだったりとか、あとパス系もねちょっと高めなので、ここもやはり最強クラスかなと思います。身長も言うことなし、低弾道難度で追加したいですね。ちなみに前回12月に登場したクルトワと比べるとジャンプが下がってキャッチングが上がりました。まあオールカンストの方が見た目もいいし、 PK ストッパーも今回ついてますので、まあ乗り換えてもいいんじゃないかなと思います。はい、続いてカンテいきましょう。最近マケレレが来たのでライバルがね出現しているカンテさんなんですけど、下の方はクルトワと張り合うように、99が並んでますけど、まあしっかりと完成された攻守にわたって活躍できる B2B ですね。まあカンテは決定力がないんでね、ここがちょっと気になるんですけど、スピードあって足元あってパスあってスキルも優秀で、しかも一つ枠残している、シュート系が個人的にはないのでね追加しておきたい。ほんとね決定力とか低いので、いざという時の決定力を生かすために、まあ、ミドルシュートとか、まあ、コンカとか、その辺を個人的にはつけたいとこかなというところです。はい、続いてベルナルド・シューバです。久々の登場ですかね。足元はオールカンスト、パスも高くて、さすがチャンスメーカーらしい能力ですね。スタミナあって守備能力も比較的高めで、この辺もいいんですけど、スピードが若干低いのと、まあ、あとはフィジカル面ですかね。この辺はチャンスメーカー特有な部分なのかなって思います。適性も広くて、スキルも足元パスシュートいろいろ持ってますので、その辺はいいですよね。ワンパーあるとなお良かったですけど、十分なものをしっかり持ってると思います。ただ今週は D ということなので、今週は使わないって感じですかね。来週以降に期待です。ちなみに過去のベルナルド・シューバと比べると、今回能力的には、まあ、足元とかパス、あと決定力もやや上がってますので、今回の方が強いんじゃないかなっていう感じです。一応乗り換えを検討してもいいレベルですね。はい、続いてコマンいきましょう。コマンもしっかりとした強化入りました。トップ強化は5上がってますね。まあ、ウィングストライカーらしく足元スピード瞬発、まあ、この辺をしっかりと持ち合わせているスーパーサブ持ちですね。スキルもシュート系から足元系からいろいろいいもの揃えてますし、あとは、サイドだけじゃなくて中央でも使える、この辺がコマンのいいとこですね。まあ、決定力は85なんですけど、スーパーサブ効果でまあ90近くで使えるっていうイメージですかね。まあ、ウィングストライカーとしてパス数値も高いですし、この辺も魅力的だと思います。ちなみに過去のコマンと比べるとスキルが若干変わっているのと、あと身長がコロコロ変わってますので、その辺も特徴的ではあるんですけど、まあ、能力的にも、今回能力特にパスなんかは上がってますので、その辺考慮して、かなり強みになりますし、あとオフェンスセンスは6ぐらい違いますので、この辺もかなり今回の方が強くなってるのかなと思います。はい、続いてパレホいきましょう。こちらプレーメーカーの選手ですね。足元パス、特にパスに関してはかなり極上のね、能力で、あとセットプレー系だったりとかが強みの選手です。まあ、やはりスピード瞬発が70前半なので、ここが気になるよという方も多いのかなっていう感じなんですけど、守備能力も比較的あって、まあ、バランスの取れている選手ではありますね。スキルもダブルタッチ、パス系を非常に豊富に取り揃えてます。ちなみにパレホ今週 A なので早速使うことはできるかなと思いますので、とりあえずマッチデーでスペインとか選ぶ方は試してほしい選手の一人ですね。はい、続いてベラッティ。こちらもプレーメーカーなんですけど、足元パス、こちらも極上の、プレーメーカーらしい能力ですね。まあ、スピードはパレホよりはちょっと早めですけど、それでも全体的には、80切ってますのできついのと、あと今回強化幅が微妙な上がり方しましたね。もうちょっと上げてよかったんじゃないかなというところ。あとはスタミナが80、中盤で80は結構きついし、あと今回、通常と同じ数値なので、もうちょっと強化してあげるとよかったですけどね。ただスキル追加ができますので、パス系いいもの揃えてるので、ダブルタッチつけたりとか、特に足元系高いね、プレーメーカーなのでダブルタッチとかつけるとかなりねかわしやすいし、アクセントにあっていいと思うんですけどね。
はい、続いてフェリックスいきましょう。フェリックスに関しては本当毎回言ってるんですけど、シュートスキルをもうちょっとつけてほしいかなという感じなんですけど、強化幅はしっかりとした強化されましたし、今回オフェンスセンス決定力も90乗せましたので、かなりいいところ強化入りましたし、グランダーパスも95まで乗せましたね。かなりいいとこです。スピード瞬発あって、スタミナも抜群で、まあ、コンアは5なのと、あとはフィジカルがやや低いんですけど、まあ、チャンスメーカーらしく、まあ、チャンスメーカー苦手な方は CF でも起用できる。ここはポイント高いのかなっていうところです。ちなみにフェリックス今週ライブアップデートいいみたいなので、ちょっと今週は使えないんですけど、まあ、マッチデーで使ったり、まあ、来週以降に行きたいといったところですかね。はい、続いてロバートソン行きましょう。こちらもディフェンス系中心に今回は強化が入ったみたいですね。コマン6ありますし、スピード瞬発、スタミナ抜群で、あとはパス値なんかも非常に高いので、攻撃参加させてもかなり活躍してくれる選手なんですね。スキルもパス系中心にいいものを揃えていて、あとディフェンス系は完璧ですので、うん、本当抜け目のない能力値。スキル、になってるかなと思います。今回スキル追加ができる枠残してくれてますので、まあ、スルーパスつけるとかなり完成されたスキルになりますし、まあ、他は別に、うん、追加しなくても十分なものを持ってますので、本当スルーパスつけるかつけないかで、追加するかしないかになるかなっていうところです。過去のロバートソンから比べると本当スキル追加をするかしないかで、乗り換え検討するのがいいのかなと思いますので、まあ、スキル追加は別にいいかなという方はそのままでもいいと思うし、能力的には特に1番の CS1、こちらからは乗り換えた方がいいのかなというぐらい評価が入っています。はい、続いてダニーロ行きましょう。こちらは90超えの項目が、まあ、ちらほらあるという感じなんですけど、まあ、コマンが5ということなんですが、今週は C みたいですね。両サイドバックでプレーが可能な点が非常にポイントは個人的に高いと思っていて、まあ、サイドバックに必要なところは80後半から90にね、まとまっていますし、比較的守備力もありますので、攻撃的サイドバックなんですけど、守備も結構期待でき、逆足も3-3ありながら、インターセプトなんとも揃えてますので、かなり優秀ですね。まあ、マンマークとか追加すると守備も安定するし、まあ、攻撃的に行きたいならワンパスルーパスとか、その辺の追加が見込まれますね。まあ、こちら上がっていってもね、しっかりとしたパス値だったりもありますので、前線での仕事もね、難なくこなせると思うので、かなり期待の攻撃的サイドバックですね。個人的には身長が高いのも嬉しいところ。はい、続いてマズラウィ行きましょう。最近この選手よく来ますね。今回もしっかりとした強化されました。ディフェンスセンスじゃなくてボールダッシュが7上がりですね。こちらスピード瞬発90超えてきて、スタミナもしっかりあって、あとこちらも高さあるのでこの辺もいいですし、パス値の高さ90超えてきますので、この辺使ったピンポイントクロスなどこの辺が武器になりますよね。あとは適性が素晴らしい、まあ、薄い適性が非常に多いので追加が必要なんですけど、中盤もこなせたり左サイドバックもこなせたり、いろいろなポジションで使うことができる点、この辺もかなり評価はしてます。まあ、ただコマンが4なので常時ガチスカに入るというわけではないと思うんですけど、まあ、アヤックス所属なので比較的ライブアップデート乗りやすいと思うし、しかも今週 B ついてますので早速1を使うことができるのかなと思います。過去のマズラウィと比べると、まあ、スキルがね、前回は追加されていましたので、まあ、より攻撃的なマズラウィは前回なんですけど、今回守備系特にボールダッシュが上がってますので、まあ、その辺意識するという方は今回に乗り換えてもいいと思うんですけど、基本的に2とそんなに能力変わらないので1からの乗り換えでいいんじゃないかなというところです。はい、ということで最後はエランガ選手来ました。18歳、今回59レベですね。コンアンが4なんですけど、あと今週 E なので、まあ、マチデなどで今週は使って来週以降ライブアップデート期待ですかね。今回スーパーサブつきましたので、ここは非常に嬉しいところ。強化幅も、今回トップ強化は10上がりになっているんですけど、決定力10上がりでも83だったということで、もうちょっとでしたよね。スピード瞬発高くてボディコン高くて、ドリブル数値がちょっと高めということで、まあ、ウィングストライカーらしいかなという感じで、あとはパス値なんかも80中盤まで乗せてきますので、この辺は結構魅力的ですよね。まあ、スパサブ効果が90弱ではいろんな項目、プレイできるのかなというところと、あとはフィジカルも83超えますので、この辺は魅力的ですよね。あとは本当スキル追加何するか、ダブルタッチつけたりワンパスルーパスつけたり、本当このスキル追加がこの選手は非常に重要になってくると思うので、本当何つけるか考えて追加した方がいいかなという感じです。まあ、考えてもスキル追加はできないか。はい、ということで、今回はチャンピオンズリーグだけなので、こちらの紹介やっていきました。いかがだったでしょうか。まあ、ライブアップデート残念ながらみんな A ではないのですぐ使えない、マッチデーで使ったりとか、来週以降に
起用するなど、工夫が必要なんですけど、まあ、ちょっとかぶりが多いかな。なので過去版持ってなくて、特にクルトワとか、コマンとか、まあ、登場回数の比較的少なくて欲しかった選手などがいるという方はぜひ狙ってほしいガチャですね。はい、ということでこちらのチャンネルこのように、毎週週刊 FP のレブンの比較、他にもウィニングレブン、 e フットボール情報を随時紹介してますので、興味ある方はチェックお願いします。チャンネル登録まだの方はよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。